2022年の1月はね、することが大切なんですよね。こんにちは、矢野慶三です。幸運住まいチャンネルへようこそ。ところで私ね、画面越しに見ると怖いってよく言われるんですけど、怖いでしょうかね。会うとね、意外とこう柔らかくてソフトですねって言われるんですけども、画面越しはとにかく怖いってよく言われるんですよね。まあ、それに対して、妻と出ているね、ハッピーファミリーチャンネルっていうのがあるんですけど、こっちはニコニコですねってよく言われるんですよ。確かにね、これ見るとニコニコしてるなというふうに思うんですよね。やっぱりね、妻が横にいるとニコニコしやすいんだというふうには思うんですが、まあ、引き続きね、こちらの幸運住まいチャンネルでもできるだけニッてしながらですね、やっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、ね、今回の話に入りますけれども、今回の話はね、年始の行動で1年の運気が決まるということで、2022年の1月に必ず実践すべきことって話をしたいというふうに思います。今回ね、これをお伝えしているのはですね、毎月お伝えしている運気シリーズのね、一つで、今回は2022年の1月の話なんですよね。特にね、この1月は1年の計は元旦にありっていうぐらいとっても大切な時になるんですけれども、今回のね、この動画を見ていただいたら、1月にね、これ絶対にやっておきたいことと心構えっていうものがね、手に入りますので、最後までご覧ください。そして、ね、動画の一番最後にですね、質問にお答えするコーナーが1個ありますので、最後までお楽しみに。そしてですね、普段矢野慶三公式 LINE っていうのをやっていてですね、ここでね、5本の動画をプレゼントさせていただいてます。概要欄のですね、2、3段目ぐらいにね、詳細がありますので、よかったらそこからね、友達申請をしてみてください。それではですね、その1からいきましょう。その1はですね、10月、11月、12月の流れをもう一度確認しようというところからいこうというふうに思います。これね、やはりね、1月だけを捉えるのも難しいんですよね。やはりね、数ヶ月の流れから来て1月というふうにして捉えていただいた方がいいので、これからね、10月ぐらいに遡ってお伝えします。まずね、10月のポイントは、メンターとの縁をしっかりと育む。まあ、メンターっていうのは、あなたがね、やっていきたい業界とかで活躍しているような、まあ、先輩とか師匠みたいな人のことをですね、メンターっていうんですけども、このメンターとの縁をしっかりと育むのがですね、10月大切ですよって話をしたのと、先延ばししていることがあったら先延ばしをせずにやるといい流れが来ますよって話をしました。そして、11月のポイントはですね、中途半端にやっていることが崩れていってしまうので、中途半端になりそうなことはしっかりとやったりとかですね、もう中途半端でもうやめることはやめてしまうというような判断をした方がいいですよって話をしました。そしてね、この12月はですね、いいも悪いも結果が出たりとか成果が出るっていうのが12月だったんですよね。結構ですね、この12月にこういった流れがあるって話を1ヶ月ぐらい前にですね、動画で配信したら、本当にね、そういう流れが来たっていうような人たちも、ね、結構コメントが入っていたので、結構の確率でね、その流れになっている人もいるなというふうに感じています。なのでね、この12月までの流れをしっかりと押さえてみてください。そして、ね、その次、その2です。その2はですね、2022年のね、1月末までに意識したいことということで、1ヶ月間ね、しっかりと考えてほしいことがあるんですけど、それ一体何かというと、この1月はですね、これまでにないぐらいですね、行動に移したい月なんですよ。ぜひね、行動してほしいというふうに思います。どうでしょうかね、今までそこまで行動していなかったという人はぜひね、行動して、そして今までもしっかり行動していったという人はね、さらに輪をかけて行動してほしいなというふうに思うんですけども、っていうのもですね、特に、この節分っていうのがですね、2022年の2月に入るとですね、次の2022年の運気がスタートするのが節分からなんですけども、それまでの1ヶ月間の間にですね、2022年の流れ、2月からの流れにしっかり乗るために、1月にね、スタートダッシュが切れるように準備してほしいんですよね。そのためにはですね、年末年始に、この2022年の1年の抱負をね、ぜひ書き出してほしいんですよね。どうでしょうかね、1年の計は元旦にありって話もしましたけど、そういったことを書いたことがある人どれぐらいいますでしょうかね。実際ですね、私はですね、まあペンとですね、まあノート、これお気に入りのペンとノート持ってるんですけど、それを持ってやってほしいなと思います。特にね、この2022年はどのような年にしたいですかっていうようなことに対して、答えるような形でやってほしいんですよね。そしてさっき言ったようにお気に入りのペン、私は特に万年筆が多いんですけど、万年筆とノートを持って2、3時間ぐらい一人気になる時間を作るということを、ね、やってほしいんですよね。特に、ね、年末年始で可能であれば2、3時間取って、そして2022年本当に何をしたいかっていうのを書いていくというふうにしてみてください。
1年先にはですね、例えばブログを始めてフォローの人が1000人になるっていうのがね、1年後の目標であれば、じゃあ1月は何をしようかって言ったらですね、まだブログを始めていなければブログを開設してスタートをし始めるみたいなことが第一歩になると思います。例えばね、そういうふうにして1年先にこういうふうになっていたいなっていうのを書いていて、それに対して逆算してですね、1月はじゃあ何をやっておかなきゃいけないかということをしっかりと意識して、そしてそれをね、行動に移すということをね、ぜひねやっていただきたいと思います。それがですね、2022年の2月以降の流れに乗せることができるということなんですよね。はい。そして、ね、その時その3、その3はですね、その時の心構え、節分に向かっての整えたい心構えの話をしたいというふうに思います。特にですね、節分というのは、節分が来るまでって言った方がいいのかな、がですね、2021年の運気の締めくくり、なんですよね。なので1月末がね、そういうタイミングだというふうに思っていただいて結構なんですけども、そこまでに対してですね、心しておきたいことがあるんですよね。でそれが何かというとですね、まず一つ目は2022年、特に、ね、節分以降はこれまでの生き方をね、まるっきり変えるということがポイントになってくる年なんですよね。なのでリセットすることがとっても重要だということなんですよ。なので2021年までの生き方を、まあ、ある意味引きずってですね、2022年の2月以降送るんではなくてですね、本当に新しい生き方にチェンジするぞみたいな心構えがですね、とっても大切だというふうに思ってください。そのためにはですね、やはり、そこに向けての、計画と行動を立てて準備を進めることがとっても大切だということをね、分かっていただけるというふうに思います。そういう中でですね、今はどうでしょうかね、この動画が流れているタイミング、コロナがどれぐらいね、日本中広がっているか、まあ、それとも収まっているかっていうのもあるんですけども、ただ、2021年の、まあ、後半の流れのようにですね、自粛できているところから、人はね、やはり1月にあって新しい年になると解放されるような感じになってきて、そしてね、自由になる機運も実際高まってきたりするところもあるんですよね。実際ですね、日本であんまり報道されていないかも分かりませんが、他のね、先進国とかではですね、コロナの中でも V 字回復してきてるんですよね。それに対して日本だけで、立ち遅れているっていう側面があるんですけども、でもですね、2022年はですね、まあ、遅れながらでも日本は、この V 字回復の経済の流れは来るというふうには思うんですけどもね、ただその時に気をつけてほしいのがですね、これなんですよ。1月ね、どんどん行動することで気持ちも盛り上がりやすくなって、イエーイみたいな感じになってきてですね、もうコロナも明けた、もうやっていける、うわーみたいになりすぎるとですね、あんまり良くないっていうところがあって、できればですね、行動はやっていくんだけども、意識して冷静になるように心がけてほしいというふうに思います。それがですね、ある意味の変なこう行き過ぎをね、まあ、歯止めを効かしてくれる作用になるので、ちょっとね、ここだけしっかりと押さえておいてください。はい、ということで、ね、最後になります。まとめをしましょう。10月、11月、12月の流れをお伝えしました。そしてね、次はですね、2、3時間一人きりになる時間を作るって話をしました。そしてそこでね、ノートとペンを持ってね、計画を立てるという話をしました。そしてね、それに基づいてどんどん行動して、そしてその行動するにしてもですね、あまりにもハイテンションになりすぎるんじゃなくって、意識して少し冷静になりながら行動をとるということをね、意識してみてください。はい、ということで、ね、今回の話、実践できそうなところから実践して実感するということをね、ぜひやってみてくださいね。そしてね、今日の感想よかったらコメント欄からどしどしお寄せください。毎回すごい楽しみに拝見していてですね、ハートマークをさせてもらってます。あとね、リクエストがある方、ご質問がある方もコメント欄に入れていただいたらですね、リクエストはまた別の動画に取りまとめたり、そしてね、ご質問に関しては、動画の最後にね、一つ取り上げるコーナーがありますので、よかったらね、いただけたらというふうに思います。はい、そしてね、このタイミングでチャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録と高評価のね、グッドボタンの方もね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、そして、ね、私は公式 LINE ではね、動画をプレゼントしてるって言いましたけども、それ以外ではですね、ブログではこぼれ話、 Twitter では日々の気づき、メルマガでは家づくりに特化した情報、そしてね、ボイシーでは言いたいこと言いまくるっていうことをやっております。よかったらね、概要欄の一番下の方にリンク先がありますので、そこからね、ぜひフォローをお願いします。そして、ね、最後に一つお知らせがあります。私は普段、幸せなライフスタイル研究所というオンラインサロンですね、 Facebook のグループページを使ってやっております。有料でクローズドならではこそお伝えできるような話をさせていただいたりとか、サロンメンバー個別の毎月の運気の活用の話をさせていただいたり、あとはですね、私に直接音声で質問ができる Q&A ライブなんかもやっております。興味がある方はですね、概要欄の4段目あたりに、ね、詳細がありますので、そこから内容をご覧ください。
はい、ではですね、最後にご質問にお答えするコーナーです。今回のご質問はこちらの方ですね、プルメリアさんですね。結婚前に、主人が購入したマンションに、主人と私と娘の3人で住んでいます。玄関入ってすぐのところにトイレがあって、いろいろな面でとてもそれが気になっているということなんですよね。仮想的に良くないでしょうかということなんですけども、結婚して23年、1回の転勤と2回の主人の単身赴任が大きな出来事でしたが、他には特段、大きな、波風もなく平和に暮らしてきました。ただですね、ここ半年ぐらい主人の出向と、主人のお母さんの認知症が重なり、主人のメンタルがとても落ちているのが心配なんですというふうにしていただいてるんですよね。でね、ここでね、よかったらこう心を分けて考えてほしいのはですね、この仮想のこととご主人さんの状態はあんまりリンクしてみなくてもいいですよということなんですよ。というのもですね、ご主人さんのその出向のこととかお母さんのことっていうのは直接本人のメンタルに来てる話なので、それはですね、もう奥様自身がご主人さんをねぎらってあげたりとかいうふうにしてですね、直接ね、いろいろとまあこうサポートしてあげる、背中を、まあ、さすってあげるとか、なんかいろんな形でですね、ご主人さんのことを、まあ、いたわってあげるということをすることがポイントだというふうに思います。そしてね、玄関横のトイレが良くないっていうふうな思いは、どうぞ捨ててください。トイレをきれいにピカピカにしていれば、玄関の横にトイレがあってもね、問題ないです。なのでその辺はですね、1日10分掃除でしっかりきれいにすればいいと。そしてね、何か補うんであればラッキーアイテム、ラッキーカラーで補えばいいと、そういう発想を持って、ぜひねやってみてください。ご主人さんのメンタルがね気になるということなので、ぜひねそれは奥様の愛で包み込んであげるということが一番大切だというふうに思います。はい、ということでね、今日の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に素敵な日なことを心からお祈りしています。最後まで聞いていただいてありがとうございました。